おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、朝の収録は久しぶりだぜこの前なんか夜に収録してたんですが、なんかね、うまいこと噛み合わないとね、できないんですよ今日はね、いやもうでも最近ね、本当に日勤が多くなったから夜勤が少なくなったね。おう、だから明日夜勤なんですよ。まあ一応言っとくけど、撮っとるけど、今明日夜勤なんですよ。2週間ぶりくらいじゃないかね、夜勤。結構感覚空きました。多分ですね、眠たいと思います。はい。というわけで今回も行ってみよう。今回のテーマは一つあります。あのですね、久しぶりに星垣また登場しました。テーマ、ご紹介いたします。僕が三本から学んだこと、いくぞ、しおちゃんの力を見せてみよう。いや、まさかこんな脳筋みてえなパーティー使うとは思わなかった、俺。こんななんか、打撃4つとか雑なパーティー組むと思わなかったけどね。俺、しおちゃんから学んだわ。回心って最強だよね。いや、やっぱね、もう、とある動画を見ていただけたら分かると思うんですけど、回心はついに、回避不可能、かつ、回避不可能、かつ、身の守り無視とかいう、かなり強い技なんですよ。つまりですよ、まあ、1ターン目からこれですよ。今回、前回はなんかね、コースデビューとか言ってたじゃないですか。技のバランスを取りたかったから。違います。全員回心抜きになります、こうなったら。いよいよもう全員回収を狙うことになります。なんだお前の戦場カードを使うな。スーパーアジェンションだっけな。おぉ、いいね、1ターン目から。お互い尊敬すぎる判断。早すぎだよ。お互い判断が尊敬すぎるんだよ。何してんだよ、おめえは。バカ何してんだ、おめえは。てか待って。今回大輝さん、あなたも、行くぞ、ダクチ。行くぜ、ダクチ、回心出してこう。せーの、はいよーい、はいよーい、はいよーい。オッケーオッケーオッケー。さらにここでなんとブイブイ。これは仕方ないね。もうこれはもう仕方ない。うん、半分だから。オッケー。だいぶ当たったね。2体あればもう上々ですよ。火力的にはね。火力的にはもう2体あれば上々です。あいつは踊ってます。あいつはバカです。こういったバカです。スーパー相手としたのにまだ踊っとるかお前は。あ。それでも出るんだ。へえ。掛け合わされるのか。さあ、こちらも、メタル切りコマンド、いくぜすげえボストロー狙われるんじゃん。どーいしょ、どーいしょ、どーいしょ、ケイ会心であんま出なかったの。俺、待って、会心の。あれ、俺、魔人の感じ、あんまりなんか意味なかった感じになってますけど。通行の時いきますよ。スーパー相手症状態で。普通、ナイスカロー。ラッキーラッキー。おーし、こうなったらもう会心でやってくれ。こうなったらもう会心をひたすら狙うだけの勝負ですよ。行くぜ、近くの変動を守るため行くぜ、せーの、おいなんでお前は大切な時に動くんだよ。魔人斬りしてこいよ。どうなってんだよおめえの行動は。主人公がね、今んとこポカやらかしてる感じが凄まじいんですけど。せーの、オッケー。てかボストロール脅威の吸い込み率だな、こうしてみると。まあしゃあない部分もあるけど。さあ砲撃いくぜ。はいはい、ファイナルアタック。はい、なるほどね。デビルアーマー、お前そんなに頭良くなかったのね。おお、めっちゃ通行的に撃ってくんな。今度はダメだ。今度はダメだ。お前らの方が見せてんじゃねえか、会心の撃。むしろよ、おっと、おお。お前らの方が会心の撃見せてるんじゃねえか、なんだったら。まあ要はもう会心の撃とかよね、最強の攻撃パターン。おっと、あ、あれか。はい、それもよかろう。行くぜー。もちろん赤です。やられた以上は、迎え撃つ。かっこいい。いや、かっこいいけどダメだろ、これ。やべ、詰め切った後だからさ、連打しずれ。詰め切った後だもん。相手も勝った。詰め切った後だからすげえ連打しづらかったわ、今。で、近く変動を打たせてくれよ。近く変動打つこともできねえんだけど。あら？いや、やってんなーって、なんだこの戦い。お互い会心を狙ってるせいでさ、お互い会心をひたすら狙うゲームになってるからさ、ミスが多すぎるよ。ああ、まあまあまあね。
これしゃあないよ。こちらも、まあ、こっちのはさ比較的回収度が高い技っていうだけであって、あのギャンブル系じゃないんですよね。さあどうだ、はい OK。回転率の高い技っていうだけであってさ、この動画中に出せるかどうかは分かんないんですよ、この2体が。はい、あ、せーの !OK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 ! 順調だ俺は近くの変動を守りに行くぞ。どんなことがあろうと俺は近くの変動を守るぞ。行くぜ、近く変動気持ちよく立とうぜ。はい、はい、ドーン、ドーン、ドーン、オッケーオッケー、気持ちよく勝てました。やっぱ会心っていうのはね最強なんですよ。はいドーン、はいドーン、はいドーン、はい、ドーン勝負ありドーンって何。うん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 、会心の劇のいいところを説明しますと、耐性無視、大ダメージ回避不可能、勇気がいっぱい溜まるね。会心って意外とこう考えると高学歴に聞こえません。高学歴会心出していきたいと思います。はい、もうねこれをするだけでもうイケメンですよ。モテるし彼女もできますよ。はい、証明したいと思います。なんだスペシャルカードを使うなお前は。あれそっち、あー今進化の人の卓だよね。尊敬すぎるんだって言った目にスペシャルカード打ちやがってよおめえら。行くぜ、近くの変動を守るため、いざ行け、おい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 。なんだったらボタン選択ミスまでしてたからね。で、デイン死ぬって。ね、ギズモちゃんやめてよ、デインは死ぬって。ちょっと待って、向こう確実に戦ってくんのやめよう。おー、お前らギャンブル性足んなくね、お前らちょっと心、ギャンブルの心足んなくねえか。お前らギャンブルの心足りなくねえか、ちょっと。すげえおめえら安定してんじゃんかよ。おー。行くぜ、砲撃な。さあ、会心が発生すればもうね、高学歴回心出していきたいと思います。うわ、あれ、あれ出せよ、そこはさあ、041で、いけいけー、あれ高学歴回心とは、あれ高学歴回心、高学歴になるぜ、回心で。回心出して高学歴。そういうの決めようね。ねえ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 。高学歴。いくよ、高学歴、高学歴、これこれこれ、もうワイルドで、もうこうなったらもうね、ドーピングです。ドーピングで高学歴回心。それはもう高学歴ではない。ドーピングしてんじゃねえか、もう。いよいよドーピング。よっしゃ、いよいよドーピングですよ。これで近く変動ではもう確定回心ですからね、ほぼ。おお、来やがったな。おお、なるほどね。高学歴回心出していくぜ。いくぞ、メタルハンター。おっす、せーの、はい、オッケーオッケーオッケー、近く変動いく、なるほどね。君はすぐブレイクオールを選ぶ。なぜなんだ。オッケー、よく当たった。でもだいぶよく当たったね。よく当たった、よく当たった、大丈夫大丈夫。ねえ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 、で、君ギズも結構バカだからさ、主人公に打ってくんない？賢っ、お前のギズも賢すぎるって。お前のギズもなんでそんな賢いん。ねえねえねえ、お前のギズもちょっとなんかドーピングしてません？ちょっと賢すぎません？ちょっと主人公に行くのが通じってもんでしょうが。さあここでね、行きます、ダークエッジ。行くぞ、会心出すぞ、ほい。高学歴会心で全てをひっくり返してやる。あっ、お前そんなもん、そんなよくわからないもんつけてくからだよ。高学歴会心だよ、お前そういうもんつけてるから。ね、会心に足らないからね、やっぱりね、お前彼女できねえんだよ、お前そういうとこあるよ。うん、最後はこれで決めますかい。行きます、近くの変動を守るため、行くぜ、近く、へぇー。主人公ちゃん、主人公ちゃん、もうちょっとなんとか、もうちょっとなんとかなんない、お前ちょっと。主人公、もうちょっとなんとかなんない。今回一番っぽくやらかしてるの、主人公のところなんだ。デビルアーマーよけたんだけどね、ねえ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 、デビルアーマーよけたんだけどね、ねえ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 。結構な珍事だよ、デビルアーマーよけてんのは。デビルアーマー受けるのは珍事ですね、個人的には。さあ、ここでね、デビルアーマーバチコイ会心やっていくか。いくぜ。はい、ダークエッジ。はい、ダークエッジからの。はい、やんな、お前。お前やってんだろ。お前やってんだろ。お前やってんな。俺はな、会心に決めるんだよ。何度も言わせんな。俺は会心に決めるんだよ。何度も言わせんな。この近く変動で終わらせんだよ。わかってる？体勢を無視。
身の回りの虫、耐性虫、回避的な高学歴。本戦が始まりました。出た。もう毎回最近これしてないから。でもしゅうちゃんから学んだこと通用する説あるよ。今までスキャバトから学んだこと、ポケモンから学んだこと来てますけど、しゅうちゃんから学んだことですね、今回は。もうでもこれも通用そう。しゅうちゃん結構高学歴ね、高学歴で彼女できてるから。あれ？おかしいな。さあ、まあ。比較的ね、この打撃の打ち合いにはそこそこね、みんな打撃耐性あるんで大丈夫かと思います。デビルアーマー以外はね。うん、デビルアーマーでも大丈夫だよ。まあでも軽減してる方だね。スタンフには本当に未耐性のモンスターって270ぐらい食らっちゃうんで、まあ、そこを考えたらデビルアーマー比較的頑張ってる方かなと思います。はい。メタルハンター行ったら地獄ですね。はい。会心ですね、これ大体ね。こいつはバカなので大丈夫です。はい。こいつね、本当に狙いが適当なんで、できればメタルハンターとか主人公に行ってほしいところです。うん、メタルハンター125、本当に硬いね。まあ、この辺りも、基本的には大丈夫です。はい。避けないね。ねえ、分かってんの？ねえねえ、今日さ、主人公なんかした？俺がなんかしたか？なんか、今日とどめしか刺してねえぞ。天空の盾何のために持ってんねん、お前。なんだったら。なんだったらその天空の盾って何のためなんねん、飾りかお前。よっしゃ、オッケー、せーの、なるほど。ちょっと高学歴改心出してこう。高学歴改心出そう。ねえ、高学歴改心、わかる、改心なのよ、わかる。三宝だったらもうね、もうあのね、三宝だったらもうこのターンにね、5回ぐらい出してると思うんですよ、改心を。1ターンに5回?1 ターンに5回3本だったら一旦に5回ぐらい回心出してると思うんですけど、僕がやると全然回心が出ないんですよね。なんででしょうかね。ちょっと世の中不公平だと思いません？多いね。デビラマン避けるよ。そこの不公平出してこう。世の中不公平で、そういう不公平。ここは近くの人いいよ。ここで行くかい。近くの平和を守るため行くぜ。しゅうちゃんとの愛を守るため。惜しいぞ。この近くエンドマジででかい。やっぱ主人公がやっぱ強いから、その主人公の高い力を落ち着けるって大事だよな。オッケー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 、なんとか追いつきそうだね。いいよ。しゅうちゃんほどまではいかないけど、しゅうちゃんほどにまではいかないけど、俺たちもね、会心出せるとこ見せていこうぜな。いくぞ。ダーク力ファイナルアタック、デンタサウルスに打つやつがあるか。はい、ダメだ。そらそうだろう。ねえ、デビルアーマー、ちょっと待って、デビルアーマーなんか、会心出してるイメージないんだけどね。ねえ。デビルアーマーの会心出してるイメージがゼロですよ、今のところだし。ここで打ちましょうよ。ここで僕たちも、勇気の会心見せていこう。ここで、返す。行くぜ。出た。ここで近く変動をレベルを貸しよう。この一ターンで勝負を決めてやる。いや、もう決められそう。ちょっと待って、勝負を決める前に決められるんじゃねえかというのは私危惧しておりますね。わあ。スターフレア本当に壊れてんな、こうしてみるとな。だってさ、昔なんてさ、会心出て400当たり前の世界だからね。そう考えると今、ね、そういう意味じゃねえんだよな。ここで返していこうぜ。なぜブレイクオーラーなんだ、君は。今日3回。今日3回でも全部決めたる。全部それ選んでる君。ねえ、わかる？近く変動物ゲームなのよ、これ。全然違うよ。せーの、はいよ！オッケー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 。ブレイクオーラー強い技であるけどさ、違うだろうってなるじゃん。議員出てくんじゃん。議員が出てくんだよ。違うだろうって言わなあかんのよ、その議員が。ダクチ、ここでなんとか返してくれ。返せ。おいやわ。魔人の金槌、お前ちょっと、お前てめえこの野郎。ねえ、魔人の金槌てめえこの野郎。おい、嘘だろ。いや、このターンなら、このターンに俺が先に動いて近くに乗ってばいい。しおちゃん見ててくれよ。しおちゃん見てね。ここで会心出して、もうこの勝負終わるから。綺麗に終わるからな。
三宝の嘘つき、えっ、はい、というわけで今回三宝から学んだことを生かそうと思いましたが、主人公が全部魔人の可能性で全部そっちを選ぶというポカをやらかしたり、そもそも怪人が出なかったり、てかデビラーマンお前何してたんだろうデビラーマンって怪人出やすいモンスターじゃなかったけど、おかしいなはい、なんか散々な目に遭いました散々です。なんかだからつまりもう多分あれです、しおちゃんはあの嘘つきです。はい、あれ動画加工してるぞ、きっとしおちゃんが動画加工してるわあれは。うん普通にやったらこんなもんだもんしおちゃん動画加工してんぞあいつはい、というわけで今回はしおちゃんのね動画加工企画になるところでね、今回の動画終わりたいと思います。お疲れ様でした。